ラップスター誕生で一番印象に残ってることはい。って何かありますか印象残っていることはい。僕、サイファー動画でグループ F だったんですけど、一緒にあのサイファーで受かってたジンボ、ジンボ君っていう人がいるんですけど、ジンボアンセオンって。僕、僕初マイクだったんですよ。その カメラの前でマイクパフォーマンスをする初の経験で、バス覚えたんですけど、なんか、やっとこさ言えたみたいな、あ良よかったみたいな、もうラップし終わった後、あ、もう足もぐらついて、手もぐらついてみたいな感じで、でも、ジンボ君がこうやってやってきて終わった後、お、ナイスワン、メンみたいな。そしてなんか、僕も、おー、ありがとうみたいな、バンっていったんですけど、思ったより、足もぐらついてるし、ジンボ君の肩が、ここにちょうど当たってきて、 みたいななってで僕も「うわーみたいなでてかめっちゃめっちゃなんか慣れてないやつみたいになってたのがめっちゃ恥ずかしいし印象残ってるですね。